伊沢拓也は東京都出身のレーシングドライバー。1996年にカートレースでデビューする。2年後の1998年には全日本カート選手権に参戦する。2002年には鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラクラスに入校し、主席で卒業するとともにスカラシップを獲得した。同年には日本で 初の限定永久ライセンスを日本自動車連盟から発給され F4 選手権シリーズに参戦してシリーズ5位の実績を残した2003年は戦場をヨーロッパに求めてドイツを拠点としドイツ及びユーロの両フォーミュラルのシリーズを戦ったこの年には帰国直後にフォーミュラドリームにスポット参戦を果たし練習走行も ほとんどできない中で優勝を飾るという離れ技をやってのけ、才能の片鱗を狙い合わせた。2004年と2005年はフォーミュラドリームにフル参戦する。時折速さを見せつけるものの、同じ時期には圧倒的な強さでフォーミュラドリームを勝ち続ける塚越高兄弟の存在もあって一生に終わった。それまで順調に歩みを進めてきた彼にとっては、 初めての挫折を味わうことになった。良い結果を残せなかった伊沢は、2006年のシート喪失の危機を迎えていたが、伊沢の走りを評価していた、戸田レーシングの戸田幸雄監督に誘われ、全日本 F3 選手権にデビューし、二度勝利を挙げるも、シリーズ成績は6位に止まった。2007年は引き続き全日本 F3 選手権に、ホンダチームリアルから参戦したが、 勝利することができず、シリーズ6位で終わった。また、スーパー GT の第6戦、鈴鹿 1000km では、リアル NSX の第3ドライバーとして、スポット参戦、5位入賞を果たした。2008年は、オートバックスレーシングチームアグリオリゼン日本選手権、フォーミュラ日本とスーパー GT の GT500 クラスに参戦したが、 それぞれシリーズ10位及び8位の結果に終わった。2009年は、スーパー GT は引き続き、オートバックスレーシングチームワグリから参戦し、2勝、したが、シリーズ2位に終わった。車両及びエンジンが一新されたフォーミュラ日本では、チームダンデライオンレーシングに移籍したが、成績は好転せず、シリーズ8位に終わった。2010年は、 フォーミュラ日本には引き続き、チームダンデライオンレーシングから参戦するが、スーパー GT は、チーム国光に移籍した。HSV-010GT のデビュー戦であった、スーパー GT 開幕戦では、荒れたコンディションの中粘り強い走りを見せて、3位、表彰台を獲得した。2012年は、フォーミュラ日本では開幕戦鈴鹿で、 ポールポジションを獲得、第6戦菅尾では念願の初優勝を飾り、最終戦鈴鹿第1レースや、ジャフグランプリもセースなど成果を上げ、ドライバーズランキング3位と大躍進を遂げた。2014年は、GP2 にアートグランプリから参戦。当初は、欧州での活動に専念する予定だったが、同年8月に、道上隆率いる、新チーム、ドレーゴコースから、 スーパーフォーミュラに参戦することが発表され、日本と欧州を掛け持ちする形になった。2015年は国内に復帰。リアルレーシングからスーパーフォーミュラに参戦。スーパー GT はチーム国光に復帰し、山本直樹とのコンビを再結成。開幕戦では2位表彰台を獲得した。2018年はスーパー GT にのみ参戦し、2009年まで、 所属していた、オートバックスレーシングチームアグリに戻り、野尻智樹とコンビを結成。2020年は、モドゥーロ、中島レーシングに移籍し、大津博樹とコンビを結成。全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本、スーパーフォーミュラ。GP2 シリーズ本名。レーシングドライバー伊沢拓也のブログより限定、A 級ライセンスとは、JAF が発給している。 普通自動車運転免許が取得できない16から17歳を対象とした一部の国内レースに限って出場が認められるライセンス。ありがとうございます。